ビンテンバイエル岡崎ビンテンがラジオで行うギターワンポイントレッスンです。今回のお題はこれ、ファニーロリを弾こう。その7週目です。19世紀生まれ、スコットランド民謡のファニーロリ、チューニングはスタンダードカポニフレットでお届けしております。前回は C パートに入った、1小節目あたりまで解説していきました。ここで、もう一度その前の B パート4小節間ですね、そこから少しテンポ落としておさらいをしていきましょう。C パートです。 C パートの最初は E マイナーのハイコードですね、7フレット制覇です。次にコード D に移りますが、ここはベース音は4弦の開放、2弦3弦の7フレットを人差し指で制覇してやります。これはいいんですが、この制覇を離す時が、多少ちょっと早めに離して、こういう人差し指を浮かせる感じですね。そこで2、3弦に一瞬ミュートをかける感じで、ノイズを出さないようにします。次の C メジャー7、押さえる部分は6弦の8フレット、これは僕は中指で押さえてます。1弦3弦の開放がメロディーで、さあその次は、6弦のこの8フレットを押さえている中指を9フレットにスライドさせます。そしてメロディーは、2弦の8フレット、そして1弦の開放です。この2弦目を押さえている人差し指を今度は次の小節、3弦目の7フレットに持っていきます。ここはですね、それに続く、これは B7 on D シャープになるわけなんですけど、押さえるポジションは5弦の6フレット、4弦の4フレットだけです。そして、2フレット、3弦と6弦の2フレットに戻って次の小節に入ります。 E マイナーです。これはE マイナーのコード、ローコードそのまま押さえるのが理想ですが、これに追いつかない、あれは難しいと感じる方は、4弦目の2フレットだけ押さえても構いませんが、ここで、4弦目2フレット、僕の場合は人差し指で押さえることが多いですが、この人差し指の指先で5弦目に触れてミュートをかけてください。これは共振を防ぐためです。Am7、これナインスですね。ここは押さえるのは4弦の2フレットのみです。ベース音となる5弦、そして3弦2弦は開放です。次の D をも、3弦の2フレットを押さえるだけ、ベース音は4弦の開放ですが、このコード D を弾くときに、前の Am7 で弾いた、5弦目の開放のベースはミュートをかけてください。そして G に戻ります。もう一度 B パートを繰り返しますが、ここからコードは変わります。最初の先ほどの B パートは、コード E マイナーからスタートしてましたが、繰り返したこの B ダッシュのパート、ここはコード G からスタートさせます。といきます。ここで、1小節目から2小節目にメロディーが1弦7フレットに上がりますが、ここはスライドさせた方がいいでしょう。スライドさせる指は左手の小指です。そのあたりからまた自順を解説にしていきましょう。
今日のリンテンバイオリーいかがだったでしょうか。このコーナーでは皆さんからのギターレッスンの悩み、ご相談、あるいはご質問、何でも受け付けますのでね、どしどしお寄せください。ご質問は番組ブログよりお送りください。番組ブログは検索サイトよりアコースティックウィンドと入力すればすぐに見つかります。またこのコーナーは番組ブログよりビデオで見ることができますのでね、皆さんのギター向上にぜひお役立てください。以上、リンテンバイオルのコーナーでした。